じゃこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、この時期、まあ、ドラフトだったり決まったか、はい、ドラフトはもう決まりましたけども、あ、まだか、まだあ、トレードか。そうですよ、去年もこの時期大体大きなトレード決まってたんですよ。まあ、結構動いてたよな。そうなんですよ、まあ、巨人であったりとか、はいはい、阪神江越選手なんかもそうですし、はいはい、あと中日の京田選手が DeNA 行ったりとか、うん、はいはい、あと楽天に中日から阿部選手が行ったりとかもそうですし、あとは、まあ、トレードではないんですけれども、うん、カープの長野選手が巨人に戻ってきたり、戻ったりとかな、はい、うん、去年は、ね、早かったよな、うん、動きが。あ、そうですね、マッチがクビになってすぐ巨人と契約するとか、まあ、いろいろこう足取り早かったけども、はい、足取り早くなってないよね。これなぜかというと、うん、やっぱドラフトを待って、うん、で育成のドラフトまで待って、はい、それからどういうふうに動こうかっていうのが、うん、やっぱあるんじゃないのかな。慎重だよね、そこら辺では。動いてきてないですね。だから、うん、まずドラフトでのどういった選手を取れたか、うん、で育成もそうプラス現役トレード、 そこも、まあ、昨シーズンから始まりましたけど、そこが今年どういうふうな選手を取れるか、そこまで。でも現役ドラフトで入って、はい、うん、うまく取れた球団っていうのはすごく現役ドラフトに今年もかけようかなっていう、うんうん、ドラフトよりはドラ、あの現役ドラフトの方がいいっていうふうに考えてる節もあるし、うん、ただ動きそうな球団はそれはもちろんあるよね。お、例えばヤクルトとか、まあ、ヤクルトっていうのはトレードがあんまり好きな球団ではないけども、うん、はい、チームに縁があって入団してね、うん、育てていくっていう方が、まあ、そういうことを大事にしてるというかね、うん、だけどなんとなくやっぱピッチャーが足りないということでから言えば、うん、あそこはね優秀なキャッチャーがたくさんいるから、うん、キャッチャーを使ってトレードを仕掛けてみたりだとか、うん、まあ、そういう可能性もあるけど、うん、ただドラフトでいい選手が取れたとしたら、うん、それ動かなくなる可能性もあるし、ありますよね、うん、またその中日とかね、はい、トレードというよりもまだ FA が終わってない、うん、FA がうまくいけば動かない可能性もあるし、はい、ただうまくいかなかったらやっぱトレードで、うん、誰かを取ってくるとか。それはまあ野手がね、まあ野手だよね、うん、まあ、ピッチャーを使って野手を動かしたりだとか、うん、DeNA はちょっとなさそうな感じがするな。ですよね、うん、で巨人は阿部新監督が、はい、やっぱとにかくピッチャーピッチャーピッチャーっていうふうにおっしゃってたので、うん、これピッチャーのトレードっていうのはどうでしょうか。これもドラフトによるんじゃない。ドラフトで満足って思えば、うん、よしこれでいけるって思えばしないだろうし、やっぱ即戦力のピッチャーが欲しい。まあもちろんそうだよね、うん、まあ、それと、まあ、即戦力じゃなければトレードっていう可能性、うんうん、動き出す可能性もあるよね。これはトレードで先発中継ぎが欲しいっていうことですかね。そうするとどっちでもいいよ。うん、で先発で取れるんだったら中継ぎも潰しが効くし、はい、その今まで先発でやらせようと思ったやつを中継ぎにも持っていけるし、うん、そういう意味では、まあ、誰でもいいけど確たるこう実績を持った、はい、1対2になる可能性もあるし。でもこちら側は野手出したりとか、まあ、こちら側って、まあ、ジャイアンツのチームだと、はい、ジャイアンツね、はい、そうジャイアンツだとそういう風な可能性もあるしね、はい、第2かあるかもしれないですね。いやあるかもわかんない。あとチーム的に今どうですかね。阪神はね岡田監督のその考えの中で、うん、現状で満足するような監督ではない、うん、やっぱ新しい血とか、はい、刺激だとか、うん、まあ、そこら辺を、まあ、例えばドラフトであったり現役ドラフトであったりそこを考えるとトレードっていうのはいきなりないかもな。あ、ただその年明けにある可能性があるし、うん、そういうメンバーいやこれじゃちょっと足りないって言えば、はい、これを使ってトレードして入れとこうかとか、うん、まあ、その思惑ってその時期っていうのは各球団と違うんだよね、はい、だから昨年はドラフト待つ前に動く可能性っていうのがバンバンあってありましたね。そしたら結構あったでしょ、はい、うん、だから、まあ、新監督の動きっていうのがなかなかちょっと遅いよね、うん、まあ、そうなってきますよね、うん、まあ、遅いっていうのはもうすぐドラフトだしさ、はい、ドラフト終わってから結構動く球団はありそうな感じはするけどな。まあ、ソフトバンクでもやっぱりね、小久保がやっぱジャイアンツに来たように、うん、決してトレードが悪いっていう印象もないだろうし、はい、取れるんだったら取ろうとか、うん、
まあ、そういうことは考えてると思うから、はい、ソフトバンクもありそうな感じがする。しかもソフトバンクはそのオスナ投手が出ていくかもしれないっていうのがあるので、そことの交渉によってじゃあ残ってくれないんだったら誰かをトレードで取ろうよとか。でもそのクローザーは取れないよ、なかなか取れるじゃん。オスナと交換してくれっていうのが話は分かるけど、だからそこまでの選手は取れないにしてもトレードで、ソフトバンクはやっぱ可能性がある、ね、動いてくる可能性ですよね。ただ DeNA も例えばそのバウアー投手の去就であったり今永投手の去就によって空いたものを例えばトレードで補強とかそういうのはなさないんですかね。どこ DeNA もなさそうですかね。まあ、これもやっぱりいろんな、ね、ドラフトが終わった後にどういうふうに考えるかチームを、うんうん、まあ、それによって考えるだろうけども、うん、なかなかね球がない、球がない、変えるんだったら出血しなきゃダメだね。あ、そういうことなんだ。だから補うためにはね、はい、うんうん、だからまあそこら辺だと思う。あとは FA で加藤投手がどうするって言われている日本ハム、去年積極的に非常に動いてましたけれども、日本ハムはどうですか。俺は今年は動かないと思うよ。それはだある程度やっぱこう経験を積ました選手たちがやっぱ身を結ぼうとしてるんだよ今、うんうん、でそこでやっぱ新たにその実績のある人間が来るとバランスが崩れる可能性もあるし、はい、実績のある選手だったら実績のある選手と変えなきゃいけないし、はい、若手変えるんだったら可能性のある選手が日本ハムにはたくさん出てきてるしね、はい、俺は今年は日本ハムはあんまり動かないと思う。そうか、動かないですかね、まあ、去年活発に動いた分、うん、まあ、選手もいるし現状の選手たちでっていう、まあ、そうだね、だから使える選手が溢れてきてるような感じがするし、うん、確かに。だからそれをどういうふうに成長率で、うん、こう弾いていくかっていう、もうそういう作業だから、うん、新たに選手っていうのは、まあ、そんなにいらないと思う。あ、そっか、うん、他パリーグどうですか、まあ、楽天だったりとか、まあ、ロッテ、うん、西武いますけれども、うん、まあ、オリックス、うん、ロッテも球がないな。あ、出すものが、まあ、球がないって失礼だけどさこう余ってるわけじゃないから野手も、うんうん、はい、動けないと思う。他の球団から話があった時に釣り合いが合うんだったら変える可能性はあるけども、うん、ロッテから仕掛けるっていうことは俺はないような気がする。ないか、うん、あと西武とか楽天もどうですか。なさそう。楽天はね、結構ファームでもいい選手は待ち構えてるんだよ、うん、だけど新監督になってさ、どうするかっていう、まだ方針が決まってないんじゃないのかなっていうような気がするよね、はい、だから動かないことはないと思う、うん、やっぱ PL 立浪松井和夫いるじゃん、はい、で今井が、はい、だからここら辺での結託っていうのはあるかな。いやいや、結託っていうか、なんか裏でね、裏でこう、うん、お願いしますよみたいな、はい、じゃあお前これ余ってんだから貸せよみたいな、うんうん、まあ、貸し借りの問題になってくるかもしれない。レンタルね。ただその松井稼頭と楽天は同じリーグだからやりにくい、ね、やりにくいですね。ああ、そういうこともあるか。あとカープはなさそうな気がするんですけど。ないな、うん、あそここそやった方がいいと思うよ。あ、そうですか。やっぱね、家族って言われてるよりも、はい、やっぱね、新しい血は必要。へえ。その方がやっぱ刺激になると思うし、それピッチャー野手、まあ、ピッチャー野手も含めて、へえ、あそこもいい選手はいるからファームに、うん、まあ、可能性を込めていろいろやっても面白いかなと思うけどね。なるほど。家族だけでやっぱ戦いにくいよ、うん、戦えなくなるし、そこに情が入ると勝負じゃなくなるから、はい、情が一番邪魔になる時あるから、うん、だからまあそこら辺でこうトレードを見せといた方が緊張感が生まれるのかなっていうふうには思うけどね、うん、またいい化学反応を起こしてっていう、まあ、そうだね、こともありますし、うん、だからまあ一概にそうやって言うけどなかなか難しいよな今。確かに、まあ、一つ、まあ、ドラフトっていうものがあり、そして今年も現役ドラフトっていうものがあり、そして FA の選手の動向があるっていう中で各球団の思惑、でもね、どの段階で動くか、水面下ではね相当動いてる。で、破談になったものも絶対ありますもんね。ものすごくあるから。だから去年は中日が全特会してもいいですよぐらいの勢いで行ってたから、はい、ね、だからこうポン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 決まって、それにこう刺激されるように他の球団も
いろいろあれしたけども、はい、話に乗ったけども今年はやっぱこうそういう球団があんまりないもんね、まだ。そうだ、だから去年中日と日本ハムがやっぱ仕掛けていくっていうのが多かったですけど、そうそうそう、今年はその2チームがちょっと落ち着いた状態、落ち着いちゃってるなので活発にまだ見えてこないっていう、まあそうだね、ただやっぱりこう、うん、小久保新監督、はい、今江、うん、まあ、そういうあたりが仕掛け出してくると、うん、やっぱその話に乗ってくる可能性は各球団ある、ね、十分ありますね。あらあら、そうなってくるとやっぱ速報おじさんの出番大変なんだよ。去年大変でしたね。いや去年どころじゃない、今も大変だから。あ、今もそう、まあそうですね、今も大変ですけど、あの動画を撮ってる時に服着替えた方がいいかなと思ってお前その服で何本撮ってんだってコメント大きなお世話だよお前そのカウントしてる方もいるんだよ。いるんだよ、ネタが古いって。いやいや違う違う違う、服が違うのよ。もうこ俺はこれからずっとこれ撮ってやるんだ。そうですね。もしくはもう上半身脱いでやるか。本当だよな。うん、そうですね。いや、お前は脱ぐな、お前脱げって言われるから。また言われるんですかね。言われるね。まあね、今シーズンね、うん、さあどの球団がちょっと ね、皮切りに、ここから楽しみに皆さんあの速報を、まあプロ野球の動きをね、はい、はい、見逃せないですよ。はい。はい。